皆さんこんばんは、ゆみねむです。ゆみねむは仕事を終わってちょっとマンゴービールを飲みたいなと思って、ゆみねむのおすすめの、あ、お気に入りのマンゴービールを飲みに来ました。乾杯。ダウンタウンにあるブラウンズっていうお店なんですけど、ここめちゃめちゃ広くて、しかもいつもあんま人がいないのでおすすめなんですよ。あの一人オフ会を始めて参加者さんが来てくれました。はい、参加者さんのケントさんです。あのいつもなんか仲良くしてもらって、はい、映ってますね。いつも仲良くさせてもらってて、あのすごいフットワーク軽い男性ですね。はい、ケントさんです。自己紹介をお願いできますかね。バンクーバーに来て1年経ちました。ありがとうございます。1年間学生して卒業して日本に帰ってワーキングホリデービザ今から始まりました。365分の2日目、パチパチ飲んでばっかりです。はい、それがいいですよ。いいですね。いつもありがとうございます。ここのブラウンズどうですか。ダウンタウンにあるんですよ。観光客、電気をなばっかりで。そうですね、観光客。なんかみんなアジア系多いイメージですけど。え？アジア系が多いイメージだけど、そんなことない。そんなことないですね。ここは本当ローカルって感じで、開放感もあって。で、変わり種を頼んでみました。担々麺、めっちゃ高い。2000円ぐらいこれ。担々麺頼んで伸びちゃうから早く食べましょう。これはポキですね。これは美味しい。いろいろ入ってるんですけど大きいよね、ボールも。そうですね、ボールにしたら大きい。はい、崩しますね。はい、普通のラーメンだし、ラーメンや、なんならもう札幌一番みたいな。けど札幌一番が一番美味しいから。本当ですか。一周回って、うん、札幌一番塩ラーメン、あ、美味しいよね。やっぱね、そういうことないけど。一周回ったんですね。一周回るとね。じゃあちょっとスープから。クリーミーやね。おお、担々麺、担々麺か。何を根拠に担々なんだろう。新しい。なんかパクチーのテイスト。確かに。混ざって。めっちゃパクチー入ってるし。新しい。なんか味が。なんかもう匂いがインスタントラーメンだもん。うん。あ、チキンが入ってんだ。ではいただきます。スープがないの。スープから飲んでみましょうか。あー、ピーナッツの味がする。しかもめっちゃぬるい。冷た。なんか小学生が文化祭で作るラーメンみたいな。ケントさん優しいね。これも新しいって表現したの。ケントさん優しいね。ニューテイストでしょ。ニューだけどなぜか懐かしい。完全にニューテイスト。これ子供の時になんか創作で作ったわみたいな。ちょっと失敗した感じね。大失敗だよね。入れすぎたみたいな。ケントさんは数日前まで日本に戻っていまして、行ってんのや。日本に帰るケントさんに私がお願いしたものはこれですね。ワンカップ、私の大好きなお酒です。いろんな日本酒を飲み歩いてきましたが、やっぱこれが一番美味しいということで日本に帰る人を見つけて買ってきてもらったんですが、ワンカップチャレンジということで、ゆみねむにこのワンカップを
くれたらユミネムにこれしろみたいな言えるっていうね、なんかこれくれみたいな言える、そう、権利をあげます。でもちょっとね、あんまりそんなすごいことは無理よ。ユミネムにこれくれっていう権利が、あのこれで、あのもうなんか2個ももらっちゃったんでダブルですね。いやこれは怖いねみたいな、はい、ユミネムだからできること、ユミネムこれしろ、これくれ、物でも何でも、物の方がいいかな、これくれよみたいな、いやあなたが欲しいものをあげますよという、これのお礼で。じゃあユミネムサプライの、はい、何が欲しいですか、何かを、何が欲しいですか。いやノートで、ノート何ノートが欲しいですか。ノート、うん、ノート、ノートカバー、ノートカバーですか。ノートカバーあげますね、明日持ってきますわ。ノートでいいんですか。で大丈夫大丈夫、はい、一番欲しいもの、はい、じゃあノートあげますねってな感じで、じゃあノート、いやノートの種類はちょっと選んでいいですか。いやそれ大丈夫、いいですか、何でもいい、何でもいい、ペンさせるやついいですか。大丈夫、ペンさせないやつがいいですか。ペンさせるやつ、ペンさせるやつですね、はい、ペンさせるノートカバーあげるんで、ワンカップチャレンジ、ワンカップを私にくれたらこういうような、はい、ノートカバーをプレゼントさせていただきますと。ユミネムだからこそできるねそう、ユミネムの、いやでもめっちゃ嬉しい、ユミネムの夢ノートをね欲しいって言ってくれる人がいたらめっちゃ嬉しいってな感じで、ケントさんでした。はい、最後に一言お願いします。バンクーバー行くの迷ってる人絶対来た方がいいです、待ってます。ハリウッドの撮影現場にケントさんは出くわした。え、多分これ2050年っていう映画ですね。やばい、しかもこのホコリかぶった感じすげえ、すごい。え、なんならもっと歩いてみましょうよ。なんならここでうちらの映画撮っちゃうえー、すげえ、ハリウッドの世界。完全に作り込んでもね、ほら見てもニューヨークって書いてもね、ここにさ、ラブって書いとこう、こらー言うて怒られるね。データ踏まないよ、ほらもう誰か書いてるしこのホコリとかもかけたんでしょうね、すごいんだけど。なんならこのおじさんたちもセキュリティじゃなくて役者っていうね、このあ、これは普通にあの車とか、何のあれだよ、すっげえ、割れてる、作り込んでますね、はあ、すごいね、ほんまに、なかなかないよね、うん、撮影してるっていうのはよく見るけど、うん、撮影現場の中に入るっていうのはないよねすごい、ケントさんがもうハリウッドスターにしか見えてしょうがない。